ご指導いただきましたが、いかがだったでしょうか。いや僕実はこういうね小さいお子さんと教えるのってなかなか機会がなくて、すごいちょっと難しくて、リュウさんにこう丸のっかりでお願いしてたんですけど、はい、でもね、野球みんなすごい楽しんでるなっていうのをすごい感じたので、僕も嬉しかったですし、僕の幼少期をみんな思い出してました。幼少期は幼少期は大好きでした。この種目は野球です、ね。何歳から始められたんですか？始めたのは3年生ぐらいですかね。2年生、3年生ぐらいですかね。小学校。じゃあなんかもっとちっちゃい頃から始めなきゃいけないっていうこともないんですね。そうですね。岩手出身なので、どうしても雪が多くて野球も盛んじゃなかったですね、僕の地域。なるほど。じゃあまだね、これからいつ始めさせようかっていうお母様も。全然小学校低学年でも間に合う。全然間に合う。ぜひぜひやらせてみてください。川田さんいかがでしたか？はい、楽しかったです。子供に、ね、教える時って本当にいつも感じるんですけど、子供って可能性がすごくあるんで、ちょっとしたこういうアドバイスとかきっかけでこの短時間でも上手になるのが、見えるんで楽しいし、こっちもなんか元気をもらえますね。ヤクルトにスカウトしたいなっていう子もいましたか？それはまだ、まだですか？まだいないです。まだですか？これからです。まだいないです。ちょっと早かったです。まだ早かったです。つまみちゃん、何が書いてる？お二人が頑張ってる頃、お弁当食べてました。見てないってなかったんですね。何食べたの？それまで書いてくれない。何弁当かな？崎陽軒。崎陽軒かよ。シューマイ、美味しかったですか？よかったです。ね、スワローズのたくさんのお子さんもいらっしゃいましたが、応援に行きたいけど小さいお子さん連れてっても大丈夫かなということで、ちょっと二の足を踏んでいるお父さんお母さんもいらっしゃると思うんですが、実際のところ神宮球場での野球観戦、お子様と一緒でも楽しめますか？もちろん。神宮球場は、ファンの見方はねたくさん知ってると思うんですけど、どこの球場にもない球場入りを間近で見れるので、選手がこう球場まで歩いていくっていう姿をね、まだ行ったことないって言いますか？神宮球場にないですか？あれすごい、みんな行ったことある。神宮球場のクラブハウスから出たところで待ってたら、ね、結構みんな出てくるんで、はい、そこを見れるっていうチャンスはすごいあると思うんで、ぜひ来てください。ただ試合前ちょっとビービーしてるんで、みんな愛想悪いかもしれないそこはすいません、許してください。真剣勝負ですからね。わかりやすい、クラブハウスから球場のこの道のりということで、わからない方ぜひこちら参考にしてください。今ので分かったって言いますか？逆に。おお、すごいですね。だいぶ行ってますね。この回いらないですね。そんなことないみんな来てますよ、大体。
じゃあおすすめのグルメとかありますか？小田龍さん、おすすめのグルメ、はい、選手プロデュースの、ね、お弁当とかが今ねすごく人気あって、その中でもつば九郎米をね、入れたつば九郎弁当なんかは本当に、人気ありますよね。すごいドライ。で多分お子さんで行くと多分子供ってみんな唐揚げ好きと思うんですよ、うん、で神宮の神からってちょっと有名なんで、ぜひ来た時は唐揚げ食べてもらえばいいかなと思います。つまみの唐揚げってのもそろそろできると思います。なんてこと言うんだ。それないの。まだ出すダメ。神からにしましょうね。はい、神から冷えても美味しいのでぜひおすすめです。ちなみに、はいはい、お二方は観戦は客席でされたことはあるんですか？ああ、何回か。そうですね、人の引退試合とかいやちゃんと聞いたよな。ありますけど、プライベートでっていうことはさすがにない、はい、どの辺で見てみたいなっていうのありますか？もし行くとしたら、マイナビシートでしたっけ？あ、すごい楽しそうですよね、あそこは。まあ、でもなんだかんだ言って一番ベンチが見やすいんですけどね。一番見やすい。なかなか行けないですね、特等席ですね。そうなんです、申し訳ないですよ。一番見やすいところなんですよ。川田さん、いかがですか？もし行くとしたら、行くとしたら、はい、まあ、神宮球場ってセリーグの中でもブルペンが唯一外にあるグラウンドなので、まあ、僕もピッチャーやってて、やっぱブルペンの動き、リリーフピッチャーの動きってなかなかみんな知らなかったりとか、マウンドで上がらないと会えない選手っていると思うんですけど、神宮球場はそこにブルペンがあるので、なんか選手の動きなり、なんだろう、登板してない選手も見れたりもするので、ブルペンが見える近くってなかなかおすすめかなと思います。ちなみに投げる側として常に見られながらっていうブルペンはどうなんですか？正直第一塁側でしょ、はい、ブルペン2箇所あるんですけど、ネット側で左ピッチャーが投げるのは結構目が合うかなと思います。目の前にお客さんといるんで、僕、まあ、右ピッチャーだったんで、まあ、そこまで目が合ったりとかなかなかないんですけど、左ピッチャーはやっぱり左側のブルペンを使うと、もうすごく、なんだろう、1メーター2メーターもないぐらいの多分距離感だと思うので、なんか目は合いますね。ちょっと意識とかするんですか？してる選手いるかもしれないですね。あそこに知り合いの人を放り込むと結構大変なことになるんですよ。でピッチャーの知り合いがいる、ね、おじさんとかをわざとあそこの席に行くと、ヤジというかね、ちゃちゃ入れるんで、会話になっちゃうかもしれないです。そう、もうそんなに聞こえるぐらいなんですね。いや、もうこのお客さんぐらいの距離で、この距離まだ近いです、これよりですよね。グルメの手前側って言ったら本当に1メートルないですよね。だから私、近すぎて、左ピッチャーがカーブを持ったらネット当たるっていうのもありますからね。まあ、ちょっと盛りましたけどね、当たったの見たことないですけど。ぜひね、まだね、体験されてない方はそちらの席も面白いかと思います。つばみ町はどの席で見てみたいなとかありますか？つばみ町、外野席来てよ。金席なるほど、上の方で中央のとこですか？わかりますか？上の方の放送ブース、はいはいはい、どうもそういうとこで見たいですね。普段はどこに行ったらつばみちゃんに会えますか？野球を見に行ってつばみちゃんにも会いたいですよね。その辺にいるよ。今ジンカラって書きました。試合始まる前とかも球場の周りにいたりしますか？ダンスしてんじゃん、いるかな。貴賓席しか会えないかな。どうかな。ダンスしてるやん、つばみちゃん。
ということで、つなみちゃんに会いたい方がたまにいるそうなので、いたらラッキーと思って、ぜひ球場正面で待機してみてください。でもたまにしか来れないお客さんいっぱいいるんですよ。たまにでいいんですよいつもいたらいいじゃないですか、逆に。もう疲れちゃう。大丈夫です大丈夫です。だってどこに行ったら会えますかっていうのがどっかいないと、疲れモザイクモザイク。ミッキーマウスはそんなこと言わないよ。ね、うちのマスコットだけだからもうこれ。ズバコローさんの妹さすがですね。疲れることなんですいません。一緒にしないでズバコローさん。なんか悪いのかな。ではもう皆さん球場に来られてるということなので、ぜひ今期のヤクルトについても教えていただきたいな。それ聞きます。せっかくですからね。もうコーチにもなられて、どうですか。いや、ヤクルトは実際毎年優勝狙ってるんですよ、はい、知ってますか。なんでみんな笑うんですか。毎年ちゃんと優勝狙ってるんですよちゃんと、はい、ちゃんと優勝狙ってるんですけど、すごいプレーかもしれない。最下位の次優勝してみたり、やっぱり優勝狙ってるから怒るんですよ。優勝狙ってるから逆に増えた時に最下位なんですね。なるほど。やっぱり常に2位3位を狙わないチームということで、来年も来年もどっちかだと思ってた。まあ、上には大体、まあ、エトが一周するぐらいの確率で来るって言われていますけど、もうちょっとかかると思います。なるほど。個人的にというか注目してる選手とか、この選手ちょっと今年やる気違うぞっていう選手もいらっしゃいます。まあでも結構何回もこれ言ってるんですけど、うん、塩見には本気でレギュラー取ってもらいたいですね。最初は多分使ってくれると思うんで、僕の予想ですけど、うん、あとは自分でレギュラー取れるかどうかと思います。登場曲もインパクトありますしね。そうですね、あれいろいろ使えますか、あれ。面白いですよね。あれ好きだって人います？バイキャ好きやんか。すごい好きなんですね。あれでも黄金ソウルどっちが好きですか。そんなに黄金ソウル好きな方。G1 のファンファレの方が好きな方。半ぐらいですね。それぐらいのインパクトがあると。そうですね。川端さんはピッチャー見てどうですか。せっかくそれこそ僕行きます。せっかくですから。チームのことなんで、なかなか言える立場じゃないんで、僕が期待してるのはやっぱり働くケアのコーチですね。おお、はい、打線の鍵を握るのも働くケアのコーチの手腕にかかっていると思うので、うん、いい選手を一軍にね、呼べるような選手を期待します。時間かけて10年ぐらいかけて作ります。私杉村コーチにお話を伺ったことがあって、畠山さんはコーチに向いてると、今までたくさん苦労してきてるの分かってるから、それ生かしていいコーチになると思うよってお話しされてたんですけど、はい、僕もそう思ってるんですよ。僕もなるいいコーチなんじゃないかと思ってるんですけど、はい、期待してますよね皆さんね。ありがとうございます。皆さん心配しないでください。ちゃんと練習はさせますから。ちゃんとさせますから心配しないでください。電車乗せてダメだよ。そろそろお時間になるので、最後に皆さんにぜひメッセージを。メッセージですか。はい、そうです。来ていただいて、これからのメッセージ、はい、神宮に来てくださったりもすると思うので、今日は本当お集まりいただきありがとうございます。今季ヤクルトは、まあ、優勝するかどうかちょっとあれですけど、高津新監督の下で、本当全力でね、ファンの皆さんが楽しく、観戦していただけるような試合を繰り広げていきますので、ぜひ神宮の方へ、足を運んでいただいて、まあ、来たことないという方もね、ぜひ、足を運んでいただいて応援してもらえたら、選手は頑張って1位でも、ね、順位を上に行けるようになるかもしれないので、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。
お願いします。はい、今日はありがとうございました。神宮球場で、ね、スワローズとしてもいろんなイベントをして、お客様に楽しんでもらえるような試みを行っているんですが、でも神宮球場の魅力って何といっても立地だと思います。アクセスの良さ、これちょっと先ほどチラシいただいたんですけれど、ここの双子玉川駅から乗り換えなしで青山一丁目駅まで行って、そこから銀杏並木を通って、綺麗な景色を見ながら神宮球場にね、行けるような素晴らしいところにありますんで、ぜひ気軽に神宮球場の方に遊びに来てください。よろしくお願いします。次のキャラクターショーも見てね、帰らないでというわけなので、皆さんぜひこのまま次のキャラクターショーもご覧ください。ありがとうございました。ありがとうございました。本日のスペシャルゲスト、畠山浩司、徒歩の田畑さん、そしてつまみちゃんでした。ありがとうございました。とだまり見に行くぞ。さて、以上でスペシャルトークショー、家族で楽しめる神宮球場スワローズ観戦は終了となります。会場ではストラックアウトゲームなど、どうぞ引き続きお楽しみください。ありがとうございました。